こんにちは。僕たちは韓国人バンド PRT でーす。今日一緒に勉強したいと思った曲は Ado さんの花火です。これから一緒に勉強したいと思った方は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。基本的な説明です。名前はアド。2016年から活動しました。レーブルはバージンミュージックと事務所はクラウド9です。この曲はアドさんのデビューから1年3ヶ月で初の CD アルバムリリースとなった狂言の収録曲で、今回のリリースで公開された6曲の新曲で1つになります。この曲はクジラさんが作詞作曲編曲全部担当して、青春の儚さを空中に上がった花火に例えて表現している切なさと哀愁が漂う楽曲でございます。映像はクリエイターのゴールさんが手掛けて、初夏の蒸し暑くなる季節、友達と行った花火大会でのあやく切ない思い出を回想するかのように流れるエンドロールの歌詞が印象的にこの映像に仕上がっています。今日の観戦ポイントはエンドロールの意味が何か考えながら見てください。では行きまーす。이제シティポップ까지하시는군요。아이감성이거약간피처베이스라고이게잖아요그처음에들었을때잘못들어온줄알았어요아들곡이 나도근데이딱이소리나색깔이딱 R&B 일본의 R&B 같은느낌도많이오긴오더라고그진짜요즘유행하는스타일을아도가하니까또색다르더라고유행하는걸해도독보적인게있는것같아모든장르가소화가능한보컬들이그앨범안에진짜여러개의곡을넣고여러장르의곡을넣어놓거든요그앨범을사면그 CD 를사면너무이제좋은거죠이제이게종합세트같은거마치우리 BRT 같은느낌이 귀여워저거뭐야그래서뭐이앨범안에우스야도들어있고요저희가저번에리뷰한곡들도다들어있는데그중에하나거든요그래서더빛나더라고요그러니까이게영화끝에한장면처럼그노래가사를저렇게엔더로르처럼해놓은것도정말좋은연출인것같아요이리듬들으면서저렇게따라하고싶었던마음이생겼다는사람있어어저도나도근데계속막몸이이렇게돼약간그아무노래그춤있잖아 맞아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 왜그리다운돼있어뭐가문제야 say something 맞아집에서한번추셨나요어나는보면서계속이렇게되더라고이게되게왠지모르게되게슬프게느껴진게이게끝엔더로르니까끝이라는생각이드는거예요 이뮤직비디오자체가저는되게상쾌하게들었는데처음부터시작된악기가너무상쾌하게들었는데아이건여름이구나라는어옷도여름 죽겠다지금 엔드로르처럼이렇게가사가올라가는것만더해도되게감성이다른것같아요느낌이진짜엔드로르같은느낌이라서와끝나는구나이런근데진짜앨범딱선택을할때이장르가없기때문에이걸하나를넣고자했을때찾았을그가능성도좀있긴있겠다그렇지근데아도라면다되니까사실은아오 사스가아도됐어요 네, 네테크닉가めっちゃ大人っぽくなったみたいに感じられました。まあ、この曲自体に楽器があんまり入ってない感じがするよっていう話を多分考える方があると思うんですけど、これ結構作り方が複雑なジャンルなんで、なんかいろいろ工夫をしてるんじゃないかなと
楽器をたくさん入れて、なんか賑やかなサウンドを作るのは意外と簡単なんですけど、こういうシンプルな構成で楽器をあんまり入れずに、なんていう空いてる感じを楽しめるように作るのが本当難しくて、そして僕もなんか楽器がなんかあんまり多くないんですけど、アードさんのこうボコルのおかげでこの音がなんか全部クープールになんか感じれるみたいじゃないかな、なんか思いました。僕もなんか楽器の話なんですけど、楽器一個一個にめっちゃ集中して作った気がありました。音がもう詳しくイヤホンとかもいいモニターで聞いてみると、めっちゃ綺麗な音が聞こえて、本当にもう終わった感じが最初からしました。그림자안에우주가있는것도되게생각하게만드는연출인것같아요。그리고여기기타들어가있어요。여기서또다중이피아노착나오고되게앞에는영국같은느낌이었는데뒤에는되게지금이피아노치는방식은일본적이에요。여기서확바뀌었어요。그리고보통일본가사들보면사비가다다른데이번곡이다똑같잖아。그러면서한포인트로정확히주고싶은내용이있는것같아요。보통스토리가있기때문에그사비가다바뀌는건데진짜영화같다。どうでしたか。僕はこの曲を初めて聴いた時に部屋の暖房をパンパンにつけっぱなしでなんか聴いたんですけど、一瞬夏が見えたっていう感じがしてて、あこういう曲いいなと、単純にあいい曲、夏に聴いたらまあちょうどいい感じじゃないかな、思わせる曲でした。僕が感じたのはエンドロールはやっぱり映画が終わった時なんか流れることなんですけど、花火とちょっと比べて、花火ってちょっとコンサートとか舞台の上でちょっとハイライトを意味するじゃないかなと思って、バスの中で花火を見ているのを見ながら、あ自分は意味もう終わってエンドロールなのに、そっちは今ハイライトかな、見せたかったかなと思いまして、もう自分の青春が終わった意味かなと思って結構悲しかったんですけど、青春は誰も決めてない基準もないし、それでいつも青春のように生きていこうと思いました。と僕たちがレビューした曲だと音楽は全部なんか速い強い、歌詞の内容もなんか、あ強くないとなんかそうしたんですけど、今回にこれ聞いたら、これもできるんだとなんか聞いて、いろんな可能性がこうできるような、いろいろ発展することを見せるもすごいだと思うので、本当にいい勉強になりました。フューチャーベースってジャンルにナイロンギターが入るのは本当になんか珍しくて、組み合わせもいいなと思いました。僕も歌詞を詳しく見たんですけれど、繰り返されている今の時期退屈を感じている青春たちが、もう花火は上がったんですけど、まだまだ綺麗に咲かなかったことを楽しみにさせる曲じゃないかなと、こんな美しな曲じゃないかなと思う時間になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。ダララララダラダンダンダララララダルノレンで、あ、くれ